り三振、インコース構えて空振り三振。今シーズンここまで7勝はチームトップ。そして41歳にして史上最年長記録となる2桁奪三振、さらに現役最年長でオールスター出場を果たした男は通算200勝の大記録まであと2勝と迫っている。読売ジャイアンツ工藤公康41歳。戦後間もない1946年、日本プロ野球史上初の200勝投手が誕生した。その第1号スタルヒンをはじめ200勝を達成した投手はわずか22人。先発、中継ぎ、抑えの分業化が確立。先発のローテーション制が定着し、登板数が減少した現代のプロ野球、200勝は2000本安打よりも難しいと言われている。事実、1992年の北別府以降、大記録を達成した投手はいない。ましてや40歳を超えての200勝到達者はゼロ。1982年、西武に入団した工藤。その後、大英巨人と渡り歩き、プロ生活23年でリーグ優勝14回。日本一を11回も経験している。優勝請負人とも言われるその活躍の裏には、ある秘密があった。試合前、工藤は誰よりも早く球場に姿を現す。一番乗りはいつものこと。そしてチーム練習が始まる3時間も前にランニング、黙々と走り続ける。41歳のベテランがなぜ若手以上に走り込むのか。マップの前のアップをして、あってよく入って取らないように体重いって常夏のグアムで行った自主トレ。同行した選手が半袖短パンで練習する中、工藤は長袖ハイソックス。日焼けは火傷だからと対策は万全。一方、寒さの残る宮崎キャンプではレッグウォーマーを着用、足を冷やさない。自宅にはマイナスイオンを発する木炭を至る所に配置。体調管理、健康維持のためならどんな苦労もいたわず、知識も貪欲に吸収している。そんな本人の高いプロ意識に加え、チーム工藤と呼ばれる人々が41歳の肉体を支えている。キャンプや遠征でも必ず工藤に帯同する佐々木誠トレーナー。工藤が自費で契約している専属トレーナーである。工藤の体を隅から隅まで知り尽くしているトレーナーがいるからこそ、ベストのコンディションを保つことができるのだ。体力、筋力面でサポートしているのは筑波大学の白木仁助教授。フィジカルトレーニングの第一人者である白木助教授にトレーニングメニューの作成を依頼。それを実践しながら最新の理論をも学んだ。その成果は筋力データに現れている。驚くべきは30歳以降に筋力が上がっていること。中でも注目すべきは膝の筋力。なんと20代前半のトップアスリート並みだった。40歳近くなってこんな記録ありえないんで、これはもうあのトレーニングですね、十分で意味のあるトレーニングをしているという証拠ですね。医師の立場で工藤を支えているのは久常病院の原正文院長。工藤の肩を超音波で定期的に検診。ピッチャーの命である肩の消耗具合はどうなのか、休めるべきか、鍛えるべきか、医学的かつ科学的にケアしている。40代じゃなくて30の前半の工藤さんの筋肉が未だ肩に息づいている。ジャイアンツ投手陣に聞きました。工藤投手はどんな人？だてに41歳じゃないなと。でもすごいよ、あのおっさんは。いやー、もう雲の上の人ですね。
いろいろね、引き出しを持ってるだろうから、そういうので、聞いて、自分が向上していけばいいんじゃないかなと思ってきてるんですね。まあ、お手本ですよね。もう、工藤さん、桑田さんはもう、お手本なので、まあ、そういう長くやってる先輩なので、まあ、少しでもですね、話を聞いて、自分のいいところにつなげていけたらなと思ってます。ああ、やっぱ気迫が違いますよね。まあ、体のことすごい詳しいので、いろいろと教えてもらうと、うん、難しすぎて分かんないとこもありますけど、まあ、でも、分かりやすく教えてもらうんですよ。ピッチングのメカニズム、投球術、そしてバッターとの駆け引き、長い年月をかけて培った全てを工藤は若手に惜しげもなく教えている。チームのため、プロ野球界のために役立つことがベテランの務めだと考えているのだ。だがその一方で工藤は今もなお己を磨き続けている。これまで198もの白星を積み重ねた工藤の最大にして最強の武器、それはカーブ。4月30日2試合連続でノックアウトされた次のゲーム、工藤は三振の山を築く。実は今まで実戦でほとんど投げたことのない変化球をウイニングショットにしていたのだ。ストレートと同じ軌道から鋭く変化するそのボールの正体はフォーク。進化し続ける工藤はこの日突然フォークを決め球に使い出したのである。フォークの威力は十分、広島打線相手に12個の奪三振、史上23人目の大記録200勝を目指すベテランは新たな武器を手に入れたのだ。12三振ですよ。そうですね、今までに投げてなかったようなボールだったんで、多分向こうが面食らって打てなかったなと思いますよね。いや、はい、徹底した体調管理と飽くなき向上心、長く現役を続けられる秘訣は工藤の心の中にある。自分で決めるんですよ、限界って。限界さえ自分で決めなければその限界はないものだと思ってますので、自分で限界を作らなければ決してその現役は終わらないものだ、続けられるものだと思ってますので、年齢的なものは一切関係ないと思います。限界知らずの41歳が挑む200勝の大記録達成の時はもう目前。